深夜から明け方にかけて最低気温が2度だったようで、おそらく霜も降りたんでしょうね。ハイタミしてきましたね。まあ12月中旬に入ったところですから当たり前なんですが、まあ今年は寒さがやってくるのが全般的には遅かったですから、まあバナナ葉もですね、まとまってるところはまだこんなに緑色になっていますが、これから最低気温は3度、2度から0度に向かっていきますから、この辺もいずれは高層の日には相当ハイタミがしてくるだろうと思いますね。まあ、山から下ろしてくる第二垣根の苗はですね、大体はほとんど葉っぱをつけないで傭兵カットしてありますから、掛け糸、芋だけで冬を越す姿になると思いますね。この場に前から生えている南和系はこんな風になって、下の方からこんな風になって、上の方も色がグリーンが褪せてきていますよね。雨がちょっと降んなくなるとポット上のそら豆はしおれてきますよね。まあいずれこれらは近々地植えに転換しますので、あとは放っておきますがね。よく地球外生命と地球生命の関係を議論するムービーなどが結構アップロードされていますよね。それで地球生命体は地球外から来たのだという説を唱える人たちがたくさんいます。私はですね、ヨーガの修行をしてきて学んだこと、分かったことはですね、善逸生命、すべてで全部で一つの生命、命は一つということなんですね。地球外生命が現在の地球生命体を作っているという見方をすると、地球生命と言ったって地球が誕生したのを数十億年前とすると、それ以前には地球はなかったわけですから、あったのは全て地球から見たら地球外生命ですよね。地球が存在してなかったわけですから、そうすると全部で一つの宇宙生命という意味で善逸生命、あるいは善逸宇宙生命と言ってきたんですね。善逸宇宙生命と言っても、一人一人の人間、あるいは科学者、天文学者、
たちが近く認識する範囲内においての全てですから、限定された宇宙なんですね。どのような生き物であれ、下脱者以外が近く認識する宇宙というのは、我が世界であって、その人にとっての限定された世界宇宙ということなんですね。その中で私たちは地球上で生息しているものですから、科学者たちも、まあ、地球上に生息する科学者たちも地球生命とか地球外生命とか、そういう区別、分別をするわけなんですね。でも、地球生命であろうと、地球外生命であろうと、全一生命、たった一つの命を人間、あるいは科学者、天文学者たちが、これは何、あれは何と分別したものに過ぎませんので、地球生命より高等であれ、下等であれ、地球外生命と地球生命は、全一生命の中のどれかであって、分別、是非善悪とか、高等下等とか、比較ですね。比較分別を取り払いますと、善逸生命、あるいは善逸宇宙生命で済むわけなんです。そのように分別思考を離れていきませんとね、己の出所、なる現象源を覚知することはできないんです。地球上であれ、地球外であれ、すべての生き物、ジーワと言いますが、個的生命の最終目標は、セルフリアライゼーション、下脱ですから、下脱に必要なのは、一切の分別思考をなくしてしまうということです。無分別、あるいは無心無我ですね。ニルマモーニラハンカーラハ。ニルママ。ママというのは、マイです。私のという、私有意識、所有意識に支配された考え方。それがニルママです。で、その後にニラハンカーラ、ニル、ない、アハンカーラ、ゴガ、ガシュー、私という思い。それを合わせてバガヴァッド・ギーターに、バガヴァッド・ギーターの2章の71節でしたかね、にニルマモーニラハンカーラハという表現が出てきています。無心無我に相当します。そういう境地にならなければ、人間の最終目的、地球生命であろうと地球外生命であろうと、個的生命ジーバの最終目標であるセルフリアライゼーション、下脱、そして至福、永遠至福安住を実現することはできないんですね。ですから、地球外生命がどうのこうのと言っている間はですね、永遠至福を享受することはできないということで、まあ、ご苦労様な研究とか技術開発をしている大勢の科学者、科学技術者たちがいるわけですね。ですから、地球外生命が地球人類をどうこうプログラムしたんだとか、
あんまりそういうことにこだわると、至福を享受することはできなくて、いつまでも頭の無駄遣いをたくさんしないといけないということです。頭の無駄遣いをたくさんしますと、その体験記録がジーバ個人生命、個的生命の原因体、記憶袋に蓄積されていって、それがまた考え事として読み上がって、蘇ってきて、それについての思考をまた何かで実現しなきゃない。肉体次元で実現しなきゃない。ということを繰り返して、苦楽天辺の輪廻転生がいつまでも続くということになってしまうわけですね。ですから、科学的に頭がいいというのは、苦楽天辺をいつまでも続けなきゃないということになってしまう結果に陥ってしまうわけです。科学、数学、の知識が何もなくても、アートマビチャーラ、私という思いの出所の探求はできますので、そちらを果たしてしまえば、永遠至福に安住できるということで、どちらが賢いのか、私にははっきりしていますけれどもね。